いね、守る友子は、日本のテコンドー選手。静岡県立大学の食品栄養科学部にて学ぶ。2004年、腹板に耐えかね入院したところ、卵巣癌が発見された。卵巣の一つを摘出する手術を受けた後、一年の闘病生活を経て復学した。その後、かねてからの趣味だったテコンドーに再び取り組み始めた。抗がん剤を投与する治療が終わってから、 わずか1ヶ月で試合に復帰した。しかも、復帰後は、連勝を重ね、一敗もしないまま全国大会で優勝した。2007年には、国際テコンドー連盟の世界テコンドー選手権大会に出場し、シニア団体女子マッソギにて銀メダルを取得し、団体女子トゥルでは、金メダルを獲得した。また、これらの戦績が評価され、最優秀チーム賞も受賞した。 現在は、静岡県立大学の大学院にて、博士後期課程に在籍し、生活健康科学研究科の食品栄養科学専攻にて、生活習慣病の研究に取り組んでおり、カロリーの摂取制限に関わる遺伝子について研究している。博士後期課程においては、小林き子らから指導を受けた。グローバル COE プログラムにおいても、 稲上の研究が若手研究者支援事業に採択されている。また、稲上のこれらの業績に対して、静岡県立大学では賞を贈ることを決め、学長の西垣勝より羽ばたき賞が授与された。ありがとうございます。